ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、藤井聡太さんにはすごい可愛い姉弟子がいるよね。ああ、室田洋女優二段のことだろ。そう、前々から気になってたんだけど、室田洋女優二段はどんな人なの？藤井聡太さんの中はどんな感じなの？よし、じゃあ今日は洋女優二段についてと、藤井聡太さんへのコメントを解説するぜ。まずは、室田洋女優二段のプロフィールから紹介していくぞ。室田洋女優二段は、1989年5月24日、愛知県春日井市に生まれた。11歳の頃に弟の影響で将棋を始めたんだ。兄弟揃って将棋をやっていたんだ。ああ、弟から誘われ、軽い気持ちで初心者大会に出場したのを機に、もっとやりたい、と思った室田洋女優二段は、ピアノや水泳、英会話など、それまでしていた習い事をすべてやめてしまうほど、将棋に夢中になったんだ。それだけたくさん習い事をしていたってことは、お嬢様だったんだろうね。だけど11歳で将棋を始めるのって、比較的遅い方だよね。そうだな。プロの棋士だと5、6歳くらいで始める人が多いからな。だが彼女は短期間で将棋が上達していった。アマチュア時代には女優アマ名人を獲得したり、男性の全国クラスのアマチュアを撃破したりしたんだぜ。もともと才能があったんだろうね。そして2004年の15歳で女優育成会に入り、1年後の2005年、16歳で女優2級としてプロ入りを果たす。杉本正隆八段門下で女優棋士になり、藤井聡太さんの姉弟子になるぜ。順調だねー。2005年で16歳ってことは、2022年で33歳になるんだ。童顔だし、可愛い顔しているから、もっと若く見えるよね。そうだな。室田洋女優二段は将棋が強いだけでなく、可愛すぎる女優棋士と言われているほど、ルックスが可愛いことでも人気を集めているんだ。うんうん。本当に可愛いよね。アイドル級と言っても過言ではないわ。性格はおっとりとしてそうよね。だが室田洋女優二段の性格は姉様的らしいぜ。一部界隈では女帝とも呼ばれているんだ。それは意外な一面だね。藤井聡太さんも第3期叡王戦の予選通過者インタビューで、姉弟子は怖いですか？の質問を拾い、この質問にコメントは差し控えますと回答しているぜ。まあ公にこう言うって時点で怖い人ではないんだろうね。姉貴分みたいなイメージかな。ちょっと気になるんだけど、女性棋士の稼ぎってどうなの？男性棋士の賞金がすごいってのはよく聞くけど、女優棋士の収入は男性棋士に比べると、そうでもないのが現実だ。タイトルの保持者のトップクラスの女優棋士でも男性棋士の10分の1の1000万円くらいだったりするからな。2段くらいだとなかなか安定しないみたいだな。厳しい世界ね。ただ室田洋女優二段の場合、ルックスの良さと知名度で、イベントとかにも呼ばれるだろうから、そのギャラは年間で数百万という金額になるかもしれないぜ。可愛いって得よね。ところで気になるのは、室田洋女優二段の恋話よね。これだけ可愛ければ浮いた話の一つや二つはあったでしょ？浮いた話どころか、室田洋女優二段は結婚の経歴があるんだぜ。え？それはファンにとってはショックな事実だね。お相手はどんな方？お相手は囲碁棋士の井山裕太さん。2012年5月24日に2年半の交際期間を経て結婚しているぜ。井山裕太さんは室田洋女優二段と結婚したことで成績が一気に向上し、ネット上ではアゲマンと言われていたんだ。内助の功ってやつじゃない？室田洋女優二段は気立てが良くて、家庭的な感じだし。だがその3年半後の2016年1月に、離婚しているんだ。お子さんはいなかったようだな。あらま、うまくいかなかったんだ。離婚理由は何だろう？理由は意外なものだぜ。元旦那さんの井山裕太さんは室田洋女優二段のある部分に嫌気がさしたというんだ。ある部分？何かしら？それは、気が利かないことと、家庭をおろそかにすることだ。それは驚きね。家庭的で気遣いができそうに見えるけど、ところが仕事関係の先輩や上司的な立場の人と食事に行っても、室田洋女優二段は完全に微動だにしないようだ。それに夜遅くに寄って帰ってくることもしばしばあったようだな。人は見かけによらないって本当だね。室田洋女優二段自身も束縛が嫌いと公言しているから、自由気ままに生活したかったのかもしれないな。家庭的で気遣いができる女性もいいけど、室田洋女優二段のように自由奔放な女性もいいよね。こればかりは好みの問題だから仕方ないかもね。離婚をしてから約2年後、なんと井山裕太さんは国民栄誉賞を受賞するんだ。年収も1億を超えているというぜ。逃した魚は大きかった。残念だけど、またいい人が見つかるといいね。もう見つけているぜ。2022年4月に毎日放送の森本翔太アナウンサーと再婚しているんだ。してるんかい。室田洋女優二段はツイッターで、ご報告です。
4月1日に毎日放送アナウンサーの森本翔太さんと結婚しましたと報告とともに、ウェディングドレス姿とタキシード姿の森本さんの写真も投稿しているぜ。幸せそうで何より、次こそは幸せな家庭を築いていってね。さあ、では続いて室田陽女優二段と藤井聡太さんの関係について見ていこう。室田陽女優二段は2020年7月10日、藤井聡太さんと渡辺明さん間の棋聖戦の第3局の解説をしていて、そこで藤井聡太さんとの関係についても話している。藤井聡太さんが一躍有名になった2017年、春日井市で開かれたイベントに藤井聡太さんが登場しているんだ。春日井市は室田陽女優二段の地元ね。そう、直接出演交渉して、多忙な藤井聡太さんの出演が実現したんだぜ。藤井聡太も姉弟子のお願いは断れないか。それは信頼関係からなのか、はたまた怖いから断れないのか。まあ、前者だろうな。2020年のお正月には師匠である杉本八段の教室に弟子が集まり、新年恒例の一問会が行われた。そこで室田女優二段は藤井聡太さんに、大学行かないの?と質問し、藤井聡太さんは、はにかみながらうなずいたようだ。みんなで鍋を食べる際には、室田女優二段はキノコが苦手な藤井聡太さんに、キノコを避けて肉ともやしをよそってあげたようだ。姉弟子っていうより、もうお姉ちゃんって感じだね。そして対局の昼休憩の時間になり、藤井聡太さんが羽織を着るのに手こずっていると、羽織のどちらが上かわからなくなってるかもしれない。大丈夫かなと、ちょっとだけ心配になりますと、反応しているぜ。解説中だというのに、まるで姉のような目線ね。藤井聡太さんも姉のように慕っているんだろうね。また、別のインタビューでは藤井聡太さんのお年玉事情について話している。藤井聡太さんは未成年とはいえ、タイトルホルダーだものね。果たしてもらっているのかしら。2021年のお正月の一問会では、ちゃんと師匠の杉本正隆八段からお年玉をもらっていたようだ。よかったね、藤井聡太さんもその日ばかりは子供の気分でいられるんじゃない。だが、藤井聡太さんは奨励会に入り棋士を目指していこう。師匠以外からはお年玉をもらっていないようなんだ。え、ってことはだいぶ早くにお年玉を卒業してるんじゃない。ああ、小学4年生にしてお年玉はもらわなくなっている。本人なのか周りが決めたのかはわからないが、棋士になるという意識が普段の生活から染みついていたんだろうな。室田女優二段は藤井聡太さんを子供の頃から知っているけど、次々と最年少記録を樹立し続ける藤井聡太さんを見てどう感じてるのかしら?それについては、室田女優二段が出場した2018年の女優アベマ TV トーナメントでのインタビューの中で語っている。快進撃を続ける藤井聡太さんについて、本当にちっちゃかったのに、久しぶりに会ったら、すごく大人になっていて、話してくれるかなみたいな、心配もちょっとありましたと胸中を明かしているぜ。小さい頃から知っている藤井聡太さんが、将棋界の中心の人物になって日本中の注目の的になっているんだし、遠い存在になってしまいそうでその気持ちは仕方がないよね。だが室田女優二段は初めて出会った時から、藤井聡太さんを天才と思っているんだ。二人の出会いは、杉本正隆八段門下に入門した時?いや、藤井聡太さんとの出会いについては次のように語っている。初めて会ったのが藤井竜王が小学生2年生の時、私が詰将棋の早解き大会に参加した際、藤井少年は一般参加者としてちょこんと座っていました。詰将棋を解く力をタイムと正当性で競う大会で、そう簡単に解けない問題が並びます。早く解けた人から部屋を出ていくのですが、小さい子供が私より元気よくできた、と出ていくのを見て、大丈夫かな、ちゃんと書けたのかな、と微笑ましく思っていました。仮に女優棋士、詰将棋もそれなりに解けるはずという自負があり、まさか先に解かれるとは梅雨ほどにも思っていませんでした。後に全問正解しているのを知り、強烈に印象に残りました。初めて藤井聡太君を認識した出来事です。小学校2年生の時点で、女優棋士に詰将棋で勝っていたなんて、それは今の活躍もご納得だろうね。だが室田女優二段はそんな藤井聡太さんに将棋で勝利したことがある。それも当時29連勝中で快進撃を続けていた時の藤井聡太さんにだ。すごい、密かに連勝記録を止めていたのね。それは2018年の1月、新年の祝いで一門が集まった時に、10秒将棋で兄弟の対決が実現したんだ。室田女優二段は作戦勝ちだったと振り返っているぜ。藤井聡太さんが姉弟子に気を使ったってことはないの?だが終盤は藤井聡太六段が色々と逆転に向けての手を差してきましたと言ってるくらいだから、勝ちに行っていたんだろう。なんとか乗り切れたので、それを自信にしたいですねとコメントしているぜ。確かに藤井聡太さんに勝ったことは大きな自信になるよね。だけど室田女優二段は藤井聡太さんの目覚ましい活躍と惚れ惚れとする勝ちっぷりに、私が将棋の参考にできるほどの、
と、言葉に詰まるくらいの差を感じているらしいな。室田女優二段だけじゃなくて、藤井聡太さんの将棋はどんなベテラン棋士だって参考になるよ。続けて将棋って簡単なんだなって思えるくらいです。簡単に綺麗に勝つというか、将棋って強い人が勝つようにできているのだなと思います。なんだか、お姉さんというか、お母さんというか、そんな気分でもあるんですけどね。と語るぜ。勝負ごとは強い人が勝つって当たり前のことなんだけど、それをずっと見守ってきた弟弟子にまざまざと見せつけられると、新鮮に感じるのかもね。藤井聡太さんのような一局、一手が指せたらいいと、憧れにも似た感情があるんだろうな。続いて室田女優二段が考える藤井聡太さんの不安点について紹介するぜ。藤井聡太さんは将棋界で絶対的な地位を築いているとはいえ、まだまだお若い。お姉さん的存在の室田女優二段ならではの不安があるのかしら？室田女優二段が考える不安。それは、キノコだ。キノコ？ああ、室田女優二段は藤井聡太さんについて、昔から体力もある。風もあまり引かない。彼女も忙しすぎて作る暇もないだろうし。特にないなぁ。あえて言えば、もう有名になってますが昔から嫌いなキノコぐらい。でも、一門の鍋は入れるの禁止になってますから大丈夫と明かしているんだぜ。すごい平和な不安だね。逆に考えると心配するようなことがないしっかりしてるってことだね。最後に藤井聡太さんが初めてタイトルに挑戦を決めた時のコメントを紹介するぜ。同じ杉本八段門下として静かに見守る姿勢をとってきた私ですが、小さい頃から知っている身としては、やはり感慨深いものがあります。タイトル戦の日程が発表されると同時にスケジュールに書き込み、私も楽しみにしていたのだなと気がつきました。本当に藤井聡太さんのお姉さんみたいなんだね。お互い家族のような存在だし、楽しみになるのはしょうがないよね。以上、藤井聡太さんの姉弟子、室田女優二段が語る藤井聡太さんについて解説したぜ。こんなに可愛くてお姉さん的存在の姉弟子がいるなんて羨ましいわ。藤井聡太さんは才能だけでなく、周りの人にも恵まれているのね。藤井聡太さんの活躍は、周囲の人のフォローがあってこそかもしれないな。現在の将棋界には室田女優二段のような、可愛らしくて将棋も強い女優棋士も増えてきている。男性の世界だった将棋界へ新しい風を吹き込んでくれることに期待だぜ。そうね、いつか、室田女優二段藤井聡太さんで、タイトル取ってほしいわ。それじゃあ、今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。